ニートさんたち、外は寒いよ、仕事疲れたわって。また現れた。何の仕事してんのだお前。接客アパレルよって、ほんまか。まあまあ高いとこってほんまか。そんな、そんなアホみたいなお前、トーク力で売れるんか服。売れる売れるって。アパレルってやっぱ売れば売るほど給料上がるんかな。あ、後ろから来てるか、危ね。売れば売るほどさ、自分の実績につながるんだったらさ、それはやればやるほど結果を出せば出すほど給料上がる、いいやん。それはモチベーション保つのにさ、ただノルマをこなさなきゃっていう、ただそれだけのためにやるってマジで辛いやろ。普通に服屋の店員さん話しかけてくんのやめてほしいって。わかるわ、僕は大丈夫ですってすぐ言うからな、自分から。嫌やったらぐいぐい来られるのしんどいって。まあなんとか売りたいんか、チャンネル登録やってます、わかるけど、ゆっくり見たいのに話しかけてくんの。たまに店員と勘違いされて話しかけられて、どんな佇まいしてんのよ。マシピス打った。私が話しかけたら喋るやろって誰やねんお前。どんだけ思い上がっとんねんお前。お前話しかけたらいきなりボーラガンぶち込むわ。うちの前職はポルシェのディーラーやってた。あっちの方が楽やった。ほぼそこそこ金持ちのおじさん相手やからポンポン売れたって。じゃあなんで転職したの。上司のエグいセクハラとストーカーで辞めたって。それはちょっとシャレにならんね。リアルガチやったらシャレにならんわそれは。リアルで腐っ、シンプルにかわいそうやわそれは。自分の既存のその梅があって、それをなんか、まあ、例えば梅酒なりね、加工して、まあ、その商品にするって、そっちの方がいいんかなと。じゃあ私に投資してアパレルブランド作ろう。梅酒なんか誰も飲まんって、くたばれマジで。なんでわけもわからんやつに投資せなあかんの。可愛いんなら投資するわと。お、言ってくれてていいよ。ほんまに可愛いんやったら投資してくれているかもよ。まあ投資じゃないにしろパパ活とかいいよ。ここでパパ活のパパ見つけろよ。金持ちの人いっぱいいるから。突然してから言うやつ、ほんまやよ。そもそもほんまに女なんかって話やから。アイコン見てよって、それが本人やかどうかわからんやろがお前。そこら辺の画像拾ってきて、お前それが本人だって言い張って、お前バカやろがそんな。どこに証明できるんだ。そう、ネカマやん。女性限定の、だって僕の梅田ジャパンのメンバーですらさ、女性限定のコンテンツのとこにネカマが入り込んでてんから一人。え、じゃあ写メ送ろうかと。送ってくれ送ってくれ、ディスコードでもツイッターでも送ってくれや。ちゃんとわかるもん。なんか例えばさ、梅田ジャパンって書いた紙を持つとかさ、ちゃんと証明してくれよ。投資してくれるねんなって嫌だ。だからそれはわからんやん、それ見てからじゃないとわからんやん。そんな確実に OK って言えるその確証はないですよ。出会えるじゃんと。誰かこれもらったってくれ、この何やっけ、ユリカってやつ。誰かもらったって。ほんまに可愛いなら投資でもアパレルのモデルやってるよ。ほら、お金持ちの方がみんな言ってくれてるよ。もちろんその放送で晒したりはせんから、送ってきてほんまに写メ。じゃあ僕が客観的に判断するわ、これはどれぐらいのレベルなのかって。つら見せろこら。怒ってるわ。そこの放送出会える放送やで。でマジで梅田ジャパンがきっかけで付き合ってる人だとか見るからな実際。う、誰とは言わんがいますからね。期待値上がってて上がるやろそれは。だって自分で可愛いとか言い出したらますます出しにくい。いやちゃう、だから別に俺放送でサラさんって僕しか見らんからさ、放送でサラしたじゃせんよ。それはだって僕が悪者になるやん。インスタで送るから教えて。インスタやってねえわわし。ツイッターにして、ツイッター、ツイッターやってないの。そう、梅田ジャパンって調べてよ。ツイッター、ツイッターやってるやろさすがに。今日日ガチでツイッターやってないって。おい、じゃあメールでいいわ。メールメールやったらいいやろ。メールメールメールやったら送れるやろ。メールはやってないって言えんよな。ステアカステアカさらすわ。まあディスコードに送ってくれたらいいんやけどな。多分ちょっと情弱っぽいんで、ディスコードは多分できないと思うんで。はい、これに送ってくれ。これわしのステアカの、ステアカの方の G メールやから送って。いや、ディスコードとか多分この人分からなさそうなんで、ちょっともうメールでいいかな。いや、ディスコードが分かるんやったらだって通話かけれるからな。送るから待ってて。オッケーオッケー、送ったら言ってな。これね、かまなら面白いけどね。ちゃんとその証明できるもんを、例えば、そう、さっきも言ったけど、梅田ジャパンって書いた紙を持つとか、
そういうことしてもらわんと証明できんからな、そんなんいくらでもネットで拾えるから、画像なんてね。全く知らんやつかメール送られてきたらどうしようババコンガの画像とか送られてきたらどうしよう。え、これお前なんつってゴリラやんけっつって。写真ってごまかせんよ、だってその、いや、めっちゃコラ職人とかできるかもしれんけど、全然メール来てないぞ。メール送んのに何分かかってんねん、あいつ。まあとりあえずあれかもしれんよ、あのちゃんと梅田ジャパンって書いた紙持って、めっちゃ自分が一番映えるアングルを撮ってるんかもしれんから、まあ待っとこう。メールまだか、ちゃんと字書けるんってひどすぎるやろ煽り方やばい。子供作らないのブチゲだ。そうそうそう、今もう馴染んでるけど、この配信に誰かフルフルの写メ送って、自分のフルフルあれやろ、あのションベン出るとこをあの口と捉えるんやろ。わかるよ、僕もじーっと見てフルフルに似てるなって思ったことあるわやっぱみんな思うんやな、フルフルやって。わかるわかる、めっちゃフルフルいて、めっちゃフルフルよな。わかるよ、皮かぶってるってフルフルわかるよな。プニって押したらさ、フルフルがあの口をパクパクしてるように見える。フルフルアシュ赤すぎやろ。フルフルのことをディックドラゴンって言ってる外人ディックドラゴンメールまだ来んの、ニートバカにできんって。ほんまやで、ニートでもメールの送り方ぐらいは知ってるやろ。いや、僕はまだ一生懸命アングルを考えてることに欠けてるけど、メールのやり方を検索してるって。 G メール送り方みたいな。なんで俺が毎回毎回配信の合間にメール確認せなあかんのなや送られてきてないし、多分遅れたって。ほんま？ほんまかお前。あ、来てる、見るわ。はあ、これ本人、これほんまに。いや、めっちゃ美人やけど、これだって本人かわからんやんこれ。いや美人やよ、めっちゃめっちゃ美人やけど、本人かわからんねんけど、いやめっちゃ美人やよ全然。これ、この、ほんまやってって。わからんやん、だってそれ、本人かどうかで。いや、全然めっちゃ美人やん。だってさ、これチャンネルの画像の人と全然ちゃうやん、顔これ。一緒か、これ。いやー、でも加工とかいろいろあるからな。確かにこの顔は美人やけど。そうそうそう。加工よって、おい。普通に撮っておくってよ、今、部屋で。で、その梅田ジャパンって書いた紙をさ、例えば持って撮るとかしてくれよ。それやったらもう本人って認めるわ。ドスッピンやって明日でもいいよ、明日送っておくって。いや、ディスコード入れってお前、ディスコード。裸で撮れってディスコード入れ、ディスコード。これこれ、この URL 多分クリックしたら、なんかアプリ入れてくださいみたいな出てくるから、アプリ入れて名前ユリカにして入ってこいって、ディスコード。そう、なんかお前メンバーのアカウントよこせとか、なんかわけわからん。そう、こいつ昨日さ、メンバーのアカウントよこせとか言ってたよ。これやばいやろマジで、どんだけ強情なんて思ったけど。メンバーのアカウントもし欲しいんでもあれやから、ディスコードそもそも入れんかって、そもそも話にならんから。そう、ディスコードってまあ LINE みたいなアプリやと思ってもらったらいいわ。みんなとチャットできるアプリ、通話もできるし。オフ箱にやられて、そりゃオフ箱してもらって構わん。僕は金払ってくれなでええでって、いいらしいで、金払ってくれたら。いくらいくらいくら払った、いくら払ったっけな。キスなし、ゴムあり、5万やって。5万 !5 万感謝してもええの。高ない5万って。相場って2万とかじゃなかったっけ。キスあり、ゴム、キスあり、ゴムなし1万。ど底辺やんけ、そんなことやっとったらもう。よし、払うわって、マジ？払うんや。そう、寝かまやから相場分からんのかなって。5万とか払んやろ、必然的に断っとるね、アホって。払える人いっぱいいるよ、ここ。お金のだけの話で言えば払える人はいっぱいいますけど、リスナーで割り勘回すってこと。それ君が思ってる以上にここお金持ちの人多いからね。見てもらったら分かると思うけど、キスなし、ゴム割り以外は NG なしと取れ。なるほど、じゃあ顔面にいきなりクソ塗りつけてもいいわけやな。いいやん、5万払ってさ、顔面にクソ塗りつけれるんやったらみんなやったらいいやん。ここの視聴者の経済力をなめない方がいい。イケメンやったら3万でいいやって。へえ、いいやん。顔面にションベンかけてクソしてやるわ
もはやセックスが目的じゃなくなってんだけど。とりあえずユリカはディスコードにまず入って、あれや、明日梅田ジャパンって紙を持ってちゃんと自分の顔であることを証明しなさい。話はそっからや。知り合いの女子に頼んで紙持って、でもそれやったらさ、この写真と違うからやっぱりネカマやったやんってなるやん。ユリカは日によってチンチンついてたりしそうって日によるインスタ教えてもらっていいですか。そや、インスタのアカウントをじゃあさ、鍵かけてないやったら今送ってきてよ、僕にメールで。メールでいいわ、配信でさらさんでいいから。インスタ見たらわかるやん大体。まあ加工はしてるやろけどさ。そう、 DM で送ってきて、僕にインスタのアカウント。鍵かけてないと見れるやろ、インスタなくても。鍵付き、なんで鍵かけてんねん。はい、もうアントニオの個人情報売るなよ勝手に。ここのコメント欄の人らみたいに気持ち悪い DM めっちゃ来るって。普通にあげてたらなんやろそんなん。そう、ユリカが今ディスコードで通話かけてくれたらさ、そもそもまず女性であることは証明できるわけやん、せめてな。ユリカチャンネル登録者増えてると、おいお前、下心満載でフォローしてるやついっぱいいるやろ。これで声可愛かったら急コンサート。お前ユリカおじさん早くディスコード今やれって。一人50円でやれるらしいよ。たださ、もうやばいやろ。最初の何人かはいいかもしれんけど、最後のホールの人らかわいそうやん。800何人目とかの人らもさ、800人やった後にやるわけぞ。1人1分でも17時間耐久って、やば。青チャートでお知りたい青チャートめちゃくちゃやん。もう1人が性病やったら1000人性病になるぞって。まずユリカが性病やったら全員に移るからな、マジで。性病の集合住宅になってまうわ。でももしネカマだったらレペ教っていう設定がクソうまいって。レペ全地球の信者な、伝統。そうやな、そう、まず電話してくれたらさ、男か女か分かるのすぐ。それができないっていう時点でちょっと怪しまれてるんやで、実は女じゃないんじゃないかなって。そんな喋りたい、誰と喋るんで。わししかおらんやろ、配信やってんのわししかおらんやん。配信中に喋れってことや。メールで競馬って、競馬は教えんわ、アホかお前なんでどこの馬の骨とも分からんやつにお前競馬教えるんや。だからディスコードお前が入れたらいいだけの話やってんの。ほんまにあれやね、やばいね、やばいよ本当に。そんなんでよ仕事できるな、ほんまに。競馬って言い方がおっさんって、ほんまやな。おっさんで終わるぞ、ええんか。平成初期からタイムアップスリップした。逆におっさんやとおっさんで問題やけどな。まあこれ演じてるのであればわかるが、ガラケーでインスタやってんのかって40超えてる。競馬初めて聞いた。若い子は分からんのかな競馬って。マイミクなろう。31のわしでも競馬とか聞いたことないわ。山田さんナイスバスト。白井龍香って名前のインスタ2人まで絞ったって。鍵やかやぞ、1人は。1人っていうかその本人は鍵やかやと。ジェイフォンって何、俺知らんねんけども、あれちゃうんか、ラクラクフォンちゃん。あ、でもラクラクフォンはあれか、コメントができんわそもそもネットもできんかったわ。ジジババのあの電話だけできれてた。鍵アカでもフォロワーと学歴で絞れる。なるほど、鍵アカが2人いるってことな。え、でもあれやで、多分俺それ送あのディスコードのさ、どっか僕の DM でいいわ、送ってきてよそれ。だって見たらわかるもん、だって写真ほんまに本人やったらな。白井は本名じゃない、そうか、早くディスコード入れろって。だからそういうコメント売ってる前に早くディスコード入れてくれ。犬のトイレ絶対めっちゃ呼ばれてるやん。だからお前、はよせえって。お前どんだけマイペースやねんマジで。はよディスコード入れて通話かけてこいっつってんの。引き延ばそう、ほんま飽きるでみんな、早くせな。ええんか飽きても。今君が主役やったのにいいんか。逆にメールで LINE 教えてよって。ええけど別に。じゃあもうそうするか、いいよ別に。じゃあ教えるわ、教えたら LINE。その代わり晒したりしたらお前ほんまに通報するからな、それだけは言っとくぞ。俺事務所入ってるし、普通に顧問弁護士いるから訴えれるからね、普通にね。それだけ言っとく。俺は逃げんからな、僕はここでは逃げませんよ皆さん、ここは攻めます。 LINE 送られてきてておっさんの画像LINE で通話やったら配信載せれるよ。検索許可されてない、はぁ、あ、じゃあ送ってきて ID 送ってきて、俺が検索してかけるわ。検索許可してるけどな多分な。
送ってきてメールに今 JK の LINE はいらないですかって、いりません、フリから ID チャット欄に載っけてくれってお前それやってやばいで、マジでお前いろんなとこにさらされまくるで、こんなとこやったらマジで自殺行為やろ。喧嘩とつまち、まあ喧嘩とつまちみたいなもんやな。なんか LINE で電話かけてくるそうなんで、 JK の LINE くれって、おい JK の LINE ばらまいたらいいやん、じゃあここでばらまいたらみんな欲しいっていうかよ、直接フルフルやりに行けって。そうスピード感大事よこういうの、ほんまに生放送なんやからさ。あ、帰ってきた。オッケー、 ID 来ましたんで、じゃあかけますね今から。おい誰か知らんやつ電話番号でお前追加、お前ちゃうやろなこれ。あ違ったわ、これあれは高校の同級生やったわおっさんかと思った一瞬よ、びっくりさせんなよマジで。おい電話番号で追加されましたって昔の通知今来たわ、ふざけんなよほんまに。電話番号俺晒してないのになんでやろうなと思った一瞬。入力した ID は存在しないか検索を許可していません。おい QR コード送ってこい、 QR コード。お前あれか、あこれ言ったらあかんな、あかんない、ね、それ個人情報やこれ。お前誕生日お前 ID にしてるやろこれ、バレバレやぞマジで。もう情弱のテンプレやめろって、 ID に誕生日とか入れんのさマジで、特定されるぞ普通にこんなんちょお前な、ちょっとはよ、夏のやけどガチで加工なし、配信でももっと味方してよってなんか別の写真送られてきて、お前なだから、はい送ってこいって写真じゃなくてよな、こいつなんか 3枚目の写真送られてきたぞ。5分ぐらい前に送った方 ID が検索許可されてないんやって、マジでお前 ID 検索許可されてない、だから QR コードか携帯の番号送ってって。皆さん僕はこれガチで女性やと思います、僕はね女性やと思ってます。携帯の番号と QR コード、まあどっちかでいいわ、口座の番号でもいいって、確かにな、いいやん別に携帯の番号で、お前かけてこいとか言ってたやん、自分の番号に番号教えてよとか言ってたやん、早く番号送ってやメールで、間違ってないよ、うん間違ってるぞ、アンダーバー消しても出てこんぞ、早くもう旬が過ぎるから、どっちみち一緒やって。もしさ、僕がこれで晒して特定するみたいなったら、まあ、こんだけ写真やったら、もう確実に特定されるからね。うん、一緒やから結局。もしそれでなんか嫌がらせとか怖いみたいな思ってるんやったら、一緒やもう。写真送った時点で。いや、加工とかじゃなくてもう早く。携帯の番号送れっつってんの。サーモンかぶりとかどうでもいいから、携帯の番号早く送ってこいっつってんの。通話せんのか、お前。早送ってこいっつってんの。ほんまに晒さんって。晒さんわ、お前。ちょ、一旦コメント欄黙れや、とか。ちょ、もう、わらかさんでいいから、はよ送ってこいって、携帯の番号。さらさんちゃんね。さらすんだったら、もう写真さらしてるやろと、もうとっくに。だから写真、そう、さらすさらさんの話やったら、もう写真送った時点で、お前アウトやって。僕がさらすんやったら、もう写真さらしてるやろ。ガチで明日配信してないところで喋ろうって。喋るか！なんでプライベートでお前と喋らなあかんねん。喋ることないわ。もう、しょうがないな、もう。しょうがないな、この野郎。おい、ゆりか、お前メール見ろ。早く。電話番号送ったったぞ、お前。メール見ろ。LINE でかけてこい。電話でかけてくんだよ。LINE でかけてこい。不安なんだったら、かけてきていいよ、別に。今の番号に。俺、出たるわ、じゃあ、普通にスマホでも。うん、出たる出たる。今送った番号、わしの番号やぞ。配信で、はい、追加しろって、お前。逃げんなって、お前。配信中にかけることに意味があんねん、お前。配信外にかけられても俺、無視するぞ。ブロックするぞ、普通に。配信外で俺、出らんからな、マジで。当たり前やけど。出会い系で釣られてる時と同じ雰囲気やなって。いや、僕はちょっと期待してる。LINE の ID 送ったのに、なんでそこでじゃあお前、尻込みするの意味わからんやん。自分から LINE の ID 送るってことはさ、通話する意思がそこにあったってことやん。彼氏ので追加した？あ、来たわ。はあ、かけていいのこれ。彼氏ので。かけるぞ。俺かけるからな、もう。なんか来たわ、変な。おい、出らんやんけ、こいつ。おい。既読もつかんぞ。おい。逆に多分、通話出らんかったらさ、逆に、特定されるとか、そういうリスクは考えないの？僕がさ、この写真をさ、ばらまいたりとかさ、晒したりとか、そういうことは考えないんかな、ほんまに、マジで。彼氏の LINE ってこれ、
全く知らん人の LINE とかやったらお前普通に捕まるぞこれ。人の LINE 勝手に晒してかけたけど出らんやん。おいかけろって、おい出ろやと、お前通話出ろって俺 LINE 送ったぞ。既読もついてないぞ。そう、その人がかわいそうやし、全く知らん人の LINE とかやったらお前捕まるぞ普通に。出らんやんけ、出らんぞ、おい出らんぞ。自分の LINE 送ってこいよ。いや、声、ん？何？声で特定、いや、声で特定とか、お前、バカやろ、お前。写真の方が特定されるやろ。声なんかいくらでも変えれるやんけ。この声を聞いて、この声の人やら特定するの、お前、どれだけしんどいと思ってんの？写真はもうこの人しかおらんねんぞ。その人しかおらんねん。写真で一発で特定されるの、お前、写真は送っといてさ、声で特定、意味わからんやろ。写真の方が、お前、1億倍危ないやろ。酒焼けしてるからどうせブロックされると、そんなん関係ないねんって。お前が女性かどうかやん。お前が女かどうかやろ。関係ないそんなん。ボロクソに言わんし、そんないちいち。もうボロクソに言われてやめるんやったら、お前今の時点でやめとけよ、じゃあもう。すでにお前もう、ボコボコにされとるわ。ボコスカウォーズじゃん、お前もうすでに。結局逃げてるやん、どうせ。はい、送ってこいと、お前この LINE 誰やねん、しかも。自分の LINE で追加してこいって、はよ。なんで彼氏の LINE でログインできるんだよ、今考えたらよ。ごめん、脇くんからインスタ特定した。ちょっとそれ送ってきて、ディスコードで。ヒゲプータン、それちょっと送ってきて、ディスコード。おい、お前特定されたぞ、もう。はよ、電話出ろ、お前。サラさんから電話出ろ。ほんまに明日の昼休み話そう、絶対かけるからって。ええって。はよ。サラしてないでしょ。はよ、自分のアカウントでかけ、やってこいって、お前。どっちみち明日通話するにしても、通話しないにしても、別に自分のアカウントで追加できるよな。うん、で仮に僕がそれアカウント追加したからってかけてもや、通話かけたとしてもお前は出なくていいわけやん。なんでこんなわけわからん知らんアカウントでやってくんの。しかも彼氏のアカウントでそのログインできるって意味わからんやん。しかも彼氏のアカウントで検索してあの追加できる状況にあるのであれば今 LINE に既読つけれるよな。なんで LINE に既読がつかないの。だから全く知らん人のアカウントを勝手にお前が晒してるんじゃないかって疑われてんのよ。わかる。彼氏がかわいそう。そう、インスタ、はい、送ってきてよ、ヒゲプータン。DM、遅い遅い、お前。お前も遅いぞ、特定犯。はい、送ってきてくれ。矛先が、特定犯に向いてるって。特定犯もでも、ほんまに特定したか分からんやん。嘘かもしれんやん、これ。そんな信じれんやん。アカウント見らな、実際に。俺はメールに入ってるこの顔写真と、そのインスタの顔写真、それが一致してたら、本人やって分かるから。梅にきが見た写真って同一人物、3人、じゃあ3枚送られてきたけど、それは全部一緒。ディスコードの写真送ったら一旦一応確認しといて、 OK です。いやーこの写真じゃ分からんな。なんかぽいけど、ちょっと待ってよ、こいつインスタで見たらいいやんな、これ。いやなんかぽいけどね、うん、でもなんか分からんからね。結局特定されてんやったらもう喋ろうが喋らまいかも一緒やん、そうやったらな。なんか別のやつが送られてきた、何これ。あ、画像か、はあはあはあ。あ、こっちちゃう？これか。これは誰？お前これ、ヒロイガやろ。お前さ、YouTube のアイコンヒロイガじゃない？ YouTube のアイコンヒロイガやな。さっきスノーっつってたよな。はい、嘘っつ。で、これ誰なん？このアカウント誰かわからんから、まあ、とりあえず置いとくけど。YouTube のアイコン違う人。うん、なんか、ね、インスタで、フォロワー、これ誰なんやろね。でもこの人もなんか嫌われてんのかな、なんか。ブランドのなんか偽物を着てなんかダサいみたいなこと書かれてるけど。わからんけど、なんか。この人は、フォロワー13万人ぐらいいるモデルかな。ごめんなさい、明日話すから。だから、話すにしてお前 LINE 追加しろって。ねえ。LINE 追加したら済む話やん。別に俺がここで今通話かけようがお前は出ないっていう選択をできるわけやん。じゃあ別に配信中に声を晒すことはないやろ。じゃあ追加できるよな。なんなんさっきのわけわからん。アカウントで追加してきたん。誰のアカウントあれ？ LINE めっちゃ怪しい。誰この？名前言っていい？こいつの。まあ、名前だけ言っていいよ。シンゴってこれ。誰？シンゴって。お前か？そう、既読すらつかんかったらさ、おかしいやん。だから、彼氏のアカウントなんだったら、既読はつけれるよな。そう、例えば、そう、男でもいいよ。男でも盛り上がるわ、普通に。なんで寝かまえてんのって、気になるもん。
白井ゆりか、このアカウントのアイコンは偽物ですね。例えばこの送られてきた写真を Google で画像検索するとどうなるか。これ普通に保存してファイルをここに添付できましたよね。画像で検索、画像のアップロードありますね。ここにこれを入れるとどうなるか。はい、全く違う人のアカウントが出てきました。はい、同一人物じゃない。あ、全部同じ画像や、これ。はいはいはい、メールに送られてきた画像、全く違う人の、フォロワー2万7000人ぐらいいる、これもモデルさんですかね、わかんないですけど、の画像が出てきました。お疲れ様でーす。お疲れ様でした。キスなしゴムあり5万。は？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 キスなし、いや普通にこのモデルさんやったらもっともらえるよ。10万とか20万でもいけると思うけど。は？お前誰？お前誰だ？彼氏って自分のやつちゃうのって、まあそうなるわな。拾いが探してたから遅かった。そうやな、メール送るの。そう、モデルさんを探すのはちょっとかわいそうやね。そう、モデルさん、あ、そうか、モデルさんが通報できるか、逆にな。うん、僕がだからモデルさんに言えばいいんやな。オッケーオッケー、モデルさんの方で問題になるわ、勝手に。そうやね、モデルさんが勝手に画像を使われたって言ってやんな。そう、悪用やな。そうやな、そうしとくわ。じゃあ、おい、お前、男か女か知らんけどよ、かけてこいや、今通話、もし配信見てるんやったら。お前捕まるぞ、お前、普通に。おい、今すいませんでしたって通話かけてくるんだったら許したるわ。いや、とりあえずじゃあこのシンゴってやつ置いとくわ、 LINE な。うん、こいつがもしなんかかけてきたら俺出るから、普通に。あ、ちなみにあれ、これ加工なしとか言ってたら、その写真も一回見てみよう。俺それ見てないね。見てみるわ。ゆりか出馬確定、おめでとう。ゾンビダービーに選ばれました、おめでとうね。前職がポルシェのディーラーやったかな。さっきのその、これは加工なしだって言ってる画像検索してみようっと。あ、類似の画像でなんかちょっと似た画像出てきた。磯丸水産、これ磯丸水産なんや。画像で検索、これをさらに検索かけ直したらいいんちゃう。あれでもこのが、あ、またモデルの画像出てきたわ。すいません、見落としてましたね。モデルの画像出てきました。わい、5万払うって言ってもうたでって。いや、このモデルさんやったら5万じゃ失礼やろ、さすがに。シンゴに5万払うにき。楽しんごが一番かわいそう。はい、なりすましですね、これは完全に。完全に犯罪ですね。Welcome!ユリカ登録者13人って。もう Google のアカウントも抑えられたらもう終わりやね、もう完全ね。メールが残ってますから、こっちには。メールが全部残ってますから。Thank you. アカウント探すの大変やった。見て楽しかったね。まあこれが生放送の面白いところ。まあみんなめっちゃイライラしてたと思うけど。まあまあまあ、面白いところな。これは生放送でしかできんからな。動画やったらここまで盛り上がらんから。メールでなりすまして金くれって言うなら普通に詐欺罪やでって。疲れゆりかは高校の学園祭の動画にコメントしていますねって。高校なんてコメントしてんの？そんなんまで見れるん、やばいな。高校、自分の母校ってことそれ。じゃあアキレス腱さん、ちょっとそれスクショ送ってもらっていいですか。ディスコアーダス、ほーほー、これは出身校まで特定されたか。ネットの子はそうやな、一番今皆さんに吸収してほしいことはネットは怖いってことですね、これ。うん、ネットはマジで怖いよって。匿名でやってても特定されるリスクはやっぱありますよって話。チャンネル消してる、逃げたな。逃がさへん、逃がさへん、消しても無駄ですよ。全部スクショで残ってますよ、意味ないですよ。つまり配信を見ている。ダメダメダメ、アカウント消しても手遅れやで、当たり前やで、もう無駄やで。お前が今できることは謝罪の通話凸をかけてくること、これ以外ないからな、覚えとけよ。ほんま
せっかくチャンネル登録しちゃって、登録すんなよこんなチャンネル。なんで登録した？震えて眠れ。いや、通話かけてきてすいませんでしたって言ったら俺全然許すよ。僕はみんなも許しちゃって、しょうもないことしてすいませんでしたって、皆さんの貴重な時間を無駄にしてすいませんでしたって通話かけてこい。アカウント消えたんだったらさ、あれなんかな、メールの宛名どうなってんのやろこれ。あ、ほんまや。あ、いや消えてないな、こっちは。こいつにメール送っといたよとりあえず。おい、お前配信見てねえったらメール送っといた、とりあえず。もう届かんかもしらんけど、メール送った。あ、でも G メールは消えないんか別に。 Google のアカウントを消しても G メールは消えない。こいつが謝るとも思えんかって。まあ通話かけてきたら別にいいよ。謝らんくても通話かけてきてくれたら、配信盛り上げてくれてありがとうございましたって言っとるわ。ポルシェのディーラーも嘘かなって。なんかポンポン売れるって言ってなかった？ポルシェってそんなポンポン売れるもんなん？それは知らんねんけどさ、僕も。謝ってキスもありに変更しろってそこかよ。どうすんの？シンゴやったら、もしシンゴでもええんか。シンゴでもかって、シンゴでもかの人いるよ。しゃあないタイトルは強すぎるもう何でもいいやん別に。お金をかける意味とは？シンゴを視聴者で割り勘。なぜかみんな金を出さなければいけないという事実。あれやっけ、そのシンゴからブロックされてないかどうか見れるな、今思ったら。見とくわ今。いや、逃げられてるわ、シンゴから。逃げられてる、ブロックされてるわこれ。 LINE スタンプ送るってやって所持しているってなったから逃げられてるわこれ。本人や。なるほどー、なるほどー、これは本人であることを暴露しちゃった感じですかねー。ゆりかイコール信号。オッケー、配信見てるね。つまり彼氏は信号イコールゆりか、真実はいつも一つ。なるほどー、もう逃げられませんね。信号面会行くからな、信号面会で会いに行くからな、みんなで信号オフ会するからな。頑張って100人集客するわ、刑務所の周りに。信号みんなで一斉の信号って吠えるからな。信号でもかって言ったやつ、草。おい信号だけよ、いるぞ信号ここに。あ、そういえば最近俺信号にイラついたことあったわ。あのメジャーのあの WBC 編でさ、信号ゴローがピンチの時にあいつゲームしてたよな。信号お前ふざけんなよマジで。お兄ちゃん応援しろお前、信号達也プロ。オッハー、ん？オッハーってお隣さん、おじいさんおばあさんにも言わなきゃ。オッハー？何やっけそれ、それ誰や？なんか聞いたことあるなそれ。あ、スマップの信号か。そうか、スマップか。信号ママか。信号にウィンドブレーカー持ってってやれってお前が持っていけマジで、黒いのヨネクラ。しかもさ、謝ったら許すって選択権与えてるわけやん。ディスコードなり LINE なり何でも通話できるのに通話してこんってやばいよな。もうこんだけ証拠は揃っててアウトですよって言ってんのに通話かけてこん。しかも配信また多分見てる可能性がある。やばないほんまに。一言謝りゃさ終わるのにさ、それができないってやばいよな。そうそう、これさ別に謝ったら許される問題でもないやん。僕謝したら許したるっつってんねんで。そういうのに謝っても謝りにもこんってやばないほんまに。もう諦めたんかな配信で。いや自分の声さらすとかじゃなくて、そもそももう通報されたら普通に全部丸裸になりますからね。声とかじゃなくてもう全て丸裸になってアウトですから、やってることは。そう、全然僕優しいと思うけどな。でみんなも別に許すっつってんのにさ。だからこの僕が持ってる今情報は公開しなかったらみんなが特定するも何もできないわけじゃないですか。俺が代わりに謝ろうかって、お前じゃあかけてこいや通話。おい五星通話かけてこいお前じゃあ今こいつマネーの虎にもコメントしてるわ。おお、白井ゆりかマネーの虎にもコメントしてるね。おっさんかねえ君で。通話かかってきた。
はい。あ、どうも、シンゴです。今日は、うちがゆっきです。あー、ドラスカ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 、ドラスカ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 、ダブチューニュはい。本当にすみませんでした。今日はどういう動きなのか出してしまってっていう状況がよくわからないんでかけてしまってすみません。状況がよくわからない。はい。今何してすみませんって言いました。いやなんかなんですかねなんか結構ふざけたあの謝罪方法で。いやじゃなくてその今何をしてすみませんでしたってさっき通話で。ああ、殺害予告してすいませんでした。あ、殺害予告して、はい、なるほど。殺害予告なんかしてないよ。はい、殺害予告なんかしてないよ、誰も。あ、そうなの？そう。なんか勘違いしたみたいで。ああ、なるほど。で、はい、でその後何って言ったんでしたっけ？もう一回やってもらっていいですか？ちょっと聞こえなかったんで。その後？ああ、うん、なんかもうふざけた謝罪の方法で申し訳ない。いや、そのふざけた謝罪、どんな謝罪でしたっけ、ちょっと。あ、どんな謝罪でしたっけ、あ、どうも、シンゴです。今日は、殺害予告雑誌、あ、すま、あー、どうですか、すかすか、どうですか、すかすか、ラブ注入。行くか。五星やばいな。五星強すぎるわマジで。だから最初さ、殺害予告してすいませんでしたって何を言ってんだよこいつと思って。全く違うこと言ってるやと思って。うわ。五星すごいな。飛び入り突でここまで盛り上げれるって天才やよもう。五星何者って。五星真面目な会社員らしいから。多分リアルではクソ真面目やけどネットやったらちょっとはっちゃけてるみたいな。